今回の実験はこちら。根腐れしてしまったパキラ、幹を触るとブニブニしていて柔らかくなってしまっている。ということで、セクタムセンプラ、セクタムセンプラ、セクタムセンプラ、完全に腐ってしまっている。腐った部分がなくなるまで完全にセクタムセンプラしていく。これでよし。お次はカッターでセクタムセンプラ。切り終えた容器には水を注いでいく。あとはパキラを容器の中に入れ待つのみ。次回に続く。